今、日本銀行が、長期金利、その国債っていう、国にお金を貸すことで、利子をもらうっていう、長期国債っていうのがあるんですけど、お金をこう、10年間ぐらい貸しといて、帰ってくると、金、まあ、利子がつくよね、っていうので、で、今、利子がちょっとずつ上がり始めてて、で、2.5% になったんですよ。で、2.5% 以上の長期国債が市場に出た場合は、日銀が全部買うっていうのをやってるんですよ。要はそろそろ日本、アメリカとかも利率が上がってきてるので、じゃあその長期の利子の利率っていうのも上がるよね、あ、0.25% すいません。っていうのが上がるよねって言ってるところで、んでまあ日本も合わせて上がるんじゃないのっていうので上げようとすると、上がったやつは全部日本銀行が買うっていうのをやってて、でまあ差し値オペってやつなんですけど、それでめちゃめちゃ日本円今まあすりまくってるのと同じ状態なんですよね。今もう国債が市場にその 0.25% 出たらもう全部日本円バンバンすって買うぜっていう状態で、これをやるとどうなるかっていうと、まあ日本円の利子が上がらないと。で、ドルだったりユーロだったりすると、まあ利子がもらえるのに、日本円だと利子がつかないよねっていうのと、で、まあ日本円バンバン吸ってるっていうのがあって、日本円持ってても得しないんじゃないっていうのが、割と海外の人も日本の人も思い始めていて、で、じゃあ日本円を売って、ドルとかユーロとか他の外貨を買って、そこで、じゃあ貯金した方が得だよねっていうのがあって、今1ヶ月前がちょうど114円とかだったんです。1ドル114円だったんですけど、要はアメリカ人に1ドルくれよって言うと、じゃあ114円なって言われて、114円払うと1ドルくれたんですけど、最近だと126円渡さないと1ドルくれないっていう。なのでもう 10% ぐらいドルが値上がりしたし、まあ円が安くなってるんですよ。円をするとどうなるかっていうと、まあその円がもう膨大になってくると、他の国の人が欲しくないから、じゃあ別にもう円いらねえよ。なので円安になるっていう今の状況が、まあ、割とその円をすりまくった時どうなるかっていうのに近い状況だったりするんですよね。昔の日本の場合って、円安にした場合、まあ、例えばじゃあその、114円から126円だったってことは、ドルを持ってる人にとってみると、日本の物価が 10% 安くなったってことなんですよ。要はその、もともとだったら、1ドル払って110円しかもらえなかったのが、アメリカ人にとってみると、今1ドル払うと、126円ももらえると。ちょっと前まで円安になった時って、日本の株価が上がってたんですよ。要するにその、通貨がどうであれ、トヨタとかいい会社っていうのが、いつもより安く買えるじゃんってことになるんですよ。円安になると。円安ドル高になると、あ、じゃあトヨタがいつもより 10% 安いじゃん。なので、じゃあトヨタの株買おうっていうので、割とその円安が続く場合って株価が上がってくるっていうのが昔前提としてあったんですよね。そのアベノミクスの時代とかに。ところがどっこい、ここ1ヶ月、円安になったものの株価あんま上がってないんですよね。要するにその、ドルから見た場合に、日本の株はすごくお買い得になってるんですよ。要はその、トヨタ自動車がやってる仕事とかは全然変わってないわけですよね。今まで通り仕事して車売ってて。でも、なんかドル換算すると 10% 安いからお得じゃんっていうはずなんですけど、なぜかアメリカ人が、うん、もういらねえ、トヨタの会社の株とかっていうので、で、まあ、トヨタだけが人気ないんですけど、その日経平均株価でも上がってないんですよ。要は日本中の会社を買う必要がないと、海外の人、日本人も思ってるんですよ。日本株買ってる人って、半分は日本人なので、なのでじゃあ、なんで日本人が日本株買わないかっていうと、それはアメリカの株買った方が成長するよねっていう、まあ、至極当たり前の理由になるんですけど、だから最近だとそのなんか株取引始めたいんですけど、みたいな説明とかってページって、まあ、必ずその全世界インデックス買おうぜとか、その SP500 って言われる、まあ日本でいう日経平均株価連動みたいな感じの、そのアメリカの株価に連動した、指数連動型の、まあ、証券、投資信託を買った方がいいよね、みたいなので、その日本の株買うよりアメリカの株買った方が得だよね、とか全世界の株買った方が得だよね、っていうのが、もう当たり前に言われてる状態で、なので、その金融庁とかも日本人投資した方がいいよって言うんですけど、じゃあその投資しようって言ったお金がどこに行くかっていうと、大体海外に行ってるんですよ。なので、その金融庁がみんな投資しようぜって言って、じゃあジュニアニーサですとかっていうので、その子供たちがじゃあ投資始めますって時に、まあ、とりあえずじゃあアメリカに投資するかっていうので、大体の人みんなアメリカに投資しちゃってるんですよ。っていうのがあるので、お金儲けをしようって思った場合に、結局、日本に投資したい方が得だよねってい
ていうのが、まあ、世界中の人も分かっちゃってるんですよ。で、子供も大人も同じように、じゃあ投資して儲けようと思うと、まあ、子供でも大人でも、まずお金お金なので、誰のお金でもね。なので、それだったら儲かるところに投資するよねってなって、で、その子供でも儲かるところにするし、大人でも儲かるところに投資するしっていうので、いくら頑張っても日本全体難しいよねっていう。例えば、じゃあその仮想通貨周りのとかでも、別にじゃあ大人のすごい一生懸命お金貯めた人の買ったビットコインと、子供がなんとなくお小遣いで買ったビットコインで、価値はどうですかっていうと一緒なんですよね。なのでその子供だろうと大人だろうと、それがじゃあ日本人だろうと中国人だろうとウクライナ人だろうと、その誰がやろうと経済行為っていうのは全て結果としては数字でしかないっていう。なのでまあ世界の経済がどう動いてるのかっていうのをちゃんと把握して、でそれに対して投資をしないとまあ損するよねっていうのなんですけど、割とでも日本の場合はそのなんか日本の中だけで物事が動いてるというふうに思いがちな人が多いんですよね。 MMT 的な日本円すりまくればいいじゃんみたいな人とかも、日本はなんか物とか、なんか野菜とか米とかいっぱい作ってるから、日本だけで経済回るんだって思い込んじゃってるんだと思うんですけど、まあ、こんな感じで割とすぐ円安になると石油とか高くなって電気代高くなって大変だよねみたいなところで、今後びっくりするぐらい不況になります。なのでお金はすごく大事です。まあ生活保護もらえる人はもらえばいいと思うんだけど、生活保護もらえないとか、その資産があるとかね、なんか家手放したくないとかっていうのがあるのであれば、お金は大事なので、今一生懸命お金を貯める方向に行った方がいいですよ。なので今は変な買い物しない方がいいですよ。なんか今車買うとか、今なんかマンション買うとか土地を買うとか、半年ぐらいするともっと安くなります。多分ね、車とかびっくりするぐらい安くなりますよ、中古車。要はそんなにだって移動しても行くとこないんだもんっていうぐらい、もう売れなくなるんですよ、車が。そうするとさ、中古車とかさ、持っててもしょうがないってなって売られるじゃんっていう感じで、どんどん安くなるんですよ。で、じゃあ飲食店とかっていうのも、じゃあ景気できなくなるよねって言って潰して、じゃあ今から飲食店スタートするバカいるかって話ですよ。例えば居酒屋もさ、なんか東京だと8時まで営業とかなってるけど、じゃあ8時までしか営業できないような居酒屋を今から立ち上げるバカいるかっていうと、ほぼいないわけですよ。っていう感じで、店舗のっていうのはどんどん潰れてきますと。閉まってきますと。そしたらテナントっていうのも入りませんと。なので、じゃあ安いんだったら続けますよっていう感じで、不動産の値段ってどんどん下がります。デフレになるじゃないか。そうだよ。不景気なんだから。なので、これからどんどん不景気になっていくので、今、なんかちょっと買いたいな、欲しいなっていうのもあったとしても、2、3ヶ月待つと、もっと、いいものが買えたりとか、なんか、安く買えたりとかする可能性があるので、まあ、車持ってない人が強いですよね、今は。トイレットペーパーは買い占めてもしょうがないです。あんなものは、いくらでも作れるんで、はい。まあ、借金はしない方がいいですよ。自己破産して、生活保護取るっていうんだったら、いくらでも借金した方がいいと思うんですけど、借金ってね、借金してて、それを全く気にならない人っているんですよ。例えばなんか、損害賠償で何億円持ってても、全く気にならないっすって、毎日楽しく暮らしてますみたいな、いびきかいて寝れますっていう人もいるんですけど、なんかね、50万とか100万とかの借金で気になっちゃって、お金返さなきゃとか、お金稼がなきゃとかって思っちゃう人いるらしいんですよ。たかだか50万とか100万で。で、多分ね、性格の問題で、別に返す気のないものだから全然気にしないっすってなれればいいんだけど、なんかね、慣れない人っているらしくて、借金するのが気になるタイプの人って、借金しない方がいいですよ。結局ずっとストレスがかかり続けちゃうんですよ。24時間、ちょっとした時間とかで。なんか忘れてたものが寝る前に突然思い出して、借金どうしようとか。で、気になるタイプの人っていうのは、たかだか50万、100万なのに、人生に対してずっと気になるストレスが発生しちゃうんですよ。だ孫さんとかね。まあ、なんか、何兆円って借金してるけど、多分ね、すごい毎日幸せに暮らしてると思うんだよね。借金気にならないタイプの人っていうのもいるんで、そういう人は、いくらでも借金して好きにやってくださいと。ただ、借金気になるタイプの人は、一切借金しない方がいいです。結局、人生損します。人生ってほら、時間限られてるわけじゃん。で、そこで、なんか、金返さなきゃなとかっていうのを気にするだけ、人生の時間の損なんですよ。で、金なんか借りなくても人間暮らしていけるので、なので、金借りないで暮らす幸せな生活っていうのに、うまくシフトできた方がいいんじゃないでしょうか。今回の件で日本の経済が停滞したら具体的にどんな問題がありますか？初にはニートに分かりやすく質問お願いします。まずみんなが物を買わなくなると、その会社が潰れます。で、会社が潰れると、そこで働いてる人たちっていうのが失業して給料もらえなくなります。給料もらえなくなると、その人が家賃払えなくなります。
で、家賃払えないから追い出されますと。で、ホームレスが増えますと。で、ホームレスの人って、家がないけどお金もないから、じゃあお金持ってるやつを襲おうっていう形で、お金を何とかして手に入れようとかっていうのをやり始めます。なので、経済的に悪くなると失業者が増えて、失業者が多くなると治安が悪くなります。で、じゃあそこにじゃあ子供とかがいたとしても、本当はじゃあ私立の学校とか行きたいんだけど、お金がないから公立だよね、とか、で、その、本来だったらまともなところの地域の学校に行けるはずなんだけど、もうそのお金がないから治安の悪い地域に引っ越して、そのクソみたいな人たちしか周りにいないみたいな学校に行って、あのね、勉強って環境によるんですよね。その、いや、勉強するのが当たり前だよねっていう地域の学校に行くと、勉強するのが当たり前だから勉強するんですけど、勉強しないのが当たり前だよねっていう地域があるんですよ。で、その地域に行っちゃうと、まともな人ほど勉強しなくなるんですよ。だって勉強しないのが当たり前なんだもん。なので、本来まともな子供で勉強する地域に行ったら自然に勉強した子供が勉強しない地域に行かざるを得なくなって、勉強しないのが当たり前だよねって言って、欲しいものっていうのは殴って取るもんだよねっていう風に考えちゃうんですよ。っていう感じで経済が悪くなると、そこに住んでる人っていうのも悪くなるし、治安も悪くなるし、そこに住む子供の考え方も悪くなります。日本円が安全資産として機能するのはいつぐらいまでだと思いますか？コツコツ外貨建てしています。日本円、日本人って1億人いて、で、その、貯金として1兆円ぐらい持ってるって言われてるんですよね。なので、なんでその世界が危機になると日本円の価値が上がるかっていうと、外国人が日本円に価値があると思って買ってるっていう説を僕は昔は信じてたんですけど、最近その外貨の動きとかっていうのをその外務省とかがどれぐらい買ってるっていうのを出してくれるんですけど、世界が悪くなると日本円に戻すっていう日本人が多いんですよ。なので、その、外国人が日本安全だよねって買ってんじゃなくて、外国やべえってなると、日本円を持ちたがる日本人がいるので、結果として日本円の価値が上がるんですよ。日本株だったりとか。なので、その、日本って未だにそのお金持ちがいっぱいいたりもするので、なのでその、日本人から金持ちが減らない限りは、まだその危険なことがあると日本円を買うっていうのは続くんじゃないかなと思います。日本がずっと不況っていうのはなんとなく理解できるんですが、根拠となる数字や情報は何を元におっしゃっていますか？ツイッターでも書いたんですけど、2000年ぐらいに、日本の国民一人当たり所得が2位だ、違うか、80年代が2位か。バブルの頃に、世界で2番目にお金稼いでる国民だったんですよ。一人当たりの金額でいくとね。で、今の結果が、26位だか27位なんですよね。要はその、日本って、まあ、GNP、その時代GNP、日本全体で生み出す生産額っていうのが、アメリカ1位で、2000年ね、アメリカ1位で日本が2位だったんですよ。で、2009年だか10年だかに中国に抜かれて、で、今日本3位なんですよね。で、まあ、とはいえ日本って1億人っていう人口がいて、で、アメリカ3億人、中国10億人と。で、その人口が多いので、一人当たりの生産額って少なくても、人口が多いので国全体大きいよっていうところだったりするので、まあなんとか GNP3 位ではいるんですけど、ただずっと一人当たりの生産額っていうのは他の国に比べて下がり続けて、今26位、27位とかで、ノルウェーとかそこら辺と同じ感じなのかな、今。で、GNP の方で行くと、ドイツがだんだん近づいてきていて、まあ、2030年ぐらいになったらもうドイツとインドには抜かれてるんじゃないかって言われてるんですけど、なのでその根拠となる数字や情報っていうのが何かっていうと、僕 GNP だったり一人当たり所得ドルベースで計算した数字を見てたりします。今後日本円の価値は世界的に見て下がると思いますか？その日本円の価値がどう決まるかっていうと、世界の状況によって決まります。ではその、まあ日本が来なるとか、じゃあ日本に核ミサイルが落ちましたってなったら、その日本円がなんかダダ下がりとかあるんですけど、基本的にはその日本が世界に与える影響というより、世界が日本に与える影響の方が大きいです。もともと安倍首相がその、総理大臣になって、アベノミクスって言い出した時から、日本が円安になったんですよ。で、なんで円安になったかっていうと、その、まあ、その後は日本がガンガン円刷ったりとかあるんですけど、もともと円を刷る前に、その、欧州やばいよねって言われた時代があって、その、イタリアやばいよね、潰れるかもしれないよねとか、スペインやばいよね、潰れるかもしれないよねとか、ギリシャやべえじゃんみたいなのがあって、その欧州危機っていうのがあって、で、難民もいっぱい来てるから、欧州やべえんじゃねえのと。で、イギリスが出てくるみたいなのがあって、っていうのがあって、その円高な状態だったんですよ。
その民主党時代のそのあのリーマンショックとかって。で、その円高の状態からなんか欧州大丈夫じゃんっていうので円安になったんですよね。でもなんで円安になったかっていうと、その円じゃなくてユーロ持てばいいじゃんっていうのでみんながユーロを買うようになりましたと。なので円が安くなりましたと。で、円が安くなった結果株価が上がるんですよ。っていうので、その日本の状況が良くなって株価が上がったんじゃなくて、単純に円安になってるから株価が上がったんですよね。っていうのがあって、まあ、ただその日本の状況しか見てない人って、なんか円株価上がったからすごいじゃんって、日本業績良くなってるんじゃないのって誤解をするんですけど、